カフェテナンゴの茅沼です。12月のおすすめセットを紹介します。今月はエルインヘルト、マラゴジペシュ、フリーウォシュト、そしてラ・エンバハーダ農園レッドカツアイシュダブルファーメンテーション、この2種類です。ガテマラのエル・インヘルト農園のマラゴジペシュは約40年前に農園に植えられたというね、非常にこの農園の中では古い品種の一つです。ご存知の通りパカマラ種の親になった大粒の品種で、まあ生産量的にはね非常に少ないです。世界全体でも少ないですけれども、インヘルトの中でも年間30体から40体と言われています。これはね、アルトゥーロの友達が農園に持ってきてくれたもので、実験的に農園に植えられたものらしいですね。なので今でもその生産量が少ないと。ただ風味は非常にいいものがありまして、2011年にはカップオブエクセレンスで3位を取ってます。その後プライベートオークションでも何度も出品されて高値をつけているというね、幻の品種ですね。私はこれ10年前からずっと欲しかったんですけれども、なかなか、機会がなくてですね、今回アルトゥーロの方から買わないかと、直接メールが来まして、じゃあ今回はちょうどいいとね、いうことで仕入れました。ダークチョコレートとか、マンゴー、ネクタリン、ピーチ、レッドアップル、メープルシロップで、バター、シーダー、口当たりは非常にシルキーです。ここまでレベルの高いコーヒーはね、めったにお目にかかれませんので、今回12月のセットに入れました。単品でも買えます。ページはねまだ作り途中ですけどね、ぜひぜひこれは試していただきたいと思います。もう一つがニカラグアのラ・エンバハーダ農園レッドカツアイシュのダブルファーメンテーション2回発酵ですね。これはセルヒオの実験的な生成方法で、摘み取ったチェリーをまずは、ナチュラルでこう干して乾燥させると。そして発酵が始まったところで今度はウォシュトの工程に入ります。皮と果肉を取り除いて発酵タンクに入れて、そこで発酵をさせると、ね、2度目の発酵です。これによってナチュラルとウォシュトの中間のような、いいとこ取りのねフレーバーが生まれると。イチジクとか赤ワインみたいな、ナチュラル風味もありつつ、非常にウォッシュとのクリーンな感じというのも、持ち合わせていまして、キャラメルとかアプリコットとかね、そういうのもうまーく混ざって非常にジューシーでフルーティーな味わいになってます。去年のロットよりももっともっとフルーツの甘さが凝縮した感じですかね、とてもこちらもおすすめです。では、皆様のご注文お待ちしております。